お前たち忍びは偵察を得意とするそうだな。お仕事でやんすね。何なりと申しつけよう。実は味方との連絡が途絶えたのだ。伝令をやっても戻ってこない。すまぬが様子を見てきてくれないか。お安いご用で、ひとっ走り行ってきやすで。御意。炎章さん、一つ提案があるんですがね。現在お味方に比べて敵の方が強大です。だから先に手を打っておきませんか。なるほど、この私の意向を盾に味方を増やそうというのだな。ま、そんなところです。炎章さんの意向で領地を奪って敵の威勢を削いでやりましょう。なるほど、悪くない策よ。総大将は炎本所が務める。名族にふさわしい立派な戦を見せてやろう。乗りやすいお人だ。ま、今回ばかりは助かりますが。ある日を境に連絡が途絶えた城があった。伝令を送っても誰一人戻ってこない。業を煮やした孫権は諜報に秀でた忍びに調査を依頼した。服部半蔵と久野市、二人の忍びは事の真相を探るべく味方の城へとひた走った。あれが連絡が途絶えた城。敵に襲われた様子もないし、当面には平和そうっすね。だが静かすぎる。とりあえず行って話を聞いてみましょう。おや、どう見ても平和そのもの。怪しい人影もないにゃん。油断するな。分かってますぜ、半蔵の旦那。ひとまずお味方に話を聞いてみましょう。お味方発見。もしつかぬことをお聞きしますが。現れたな、貴様らに。この城は渡さんぞ。いざ華麗に。ちょっと、何を。あっしら敵じゃありませんって。馬法出るや。真田の戦ご覧あれ。敵の術にかかっていた。この感じ、城全体に術がかけられてるような。だが力は弱い。術者は不在か。つまり、みんなを正気に戻す好機ってことっすね。急ぎましょうぜ、旦那。悪すぎたか。雪村様、一段と燃えてるにゃ。これで勝ったと思うなよ。やってやろう。真田の戦、ご覧あれ。
してただか。なんだかすごく腹が減ったか。初期に戻ってもそれっすか。なんじゃ貴様ら、主人に国を邪魔するなら切り刻んでくれるわ。ですからどう見てもいつもと同じなんですけど、それはこのままでいいんじゃ。主命に従え。どういうことじゃ、このわしが操られていたじゃと。せっかく出自クリーンの準備をしておったというのに。騙したやつは切り刻んでくれるわ。やっぱり。我が魂を打ち消したい。この炎本書の前に立つとは無礼せんば。冥族の意向の前にひれ伏すがよい。光に光は。この私が術に冥族を操るとは、そんな輩がいたものよ。さて、お前たちには世話をかけたようだ。その働きに免じて冥族が力を貸してやる。任務なれば耐え忍ぶのみ。なかなか見どころがあるようじゃ。これからもわしのために奮戦するがいい。本当に術が解けてるのか不安になるにゃ。そういえば半蔵の旦那も変わらなそう。まさかもう術にかかってたり。少子いいところに来たの。マロとケマロンの。あ、間に合ってます。さっさと目探しやがれ。うちの神さんが悲しみだね。打ち取ったり。待って、マロは何をしておったかの。思い出せないの。とりあえず決まるな。だから間に合ってますって。城も手に入れたし、下も手に入れた。首は上々ってことで一休みするか。来たー。術をかけた犯人はあいつっすね。標的の排除が。ややこしい術かけた張本人、とっちめてやりやしょう。俺の術解けちゃってんの。敵に回られたんじゃ面倒だ。第三第三逃がす。図が高い。今すぐ冥族に許しを請うよ。それまでここは通さぬぞ。門が閉じられちまった。あいつがみんなを操っただか。ぶっ飛ばしてやるぞ。自虐が来たようじゃの。決まりでもてなそうかの。あっぱれじゃの。私の主治イクリンは台無しよ。者ども、やつを安先にせい。その主治イクリンってのはまた今度。
今はそれどころじゃないってえろ。貴様はここで口を当てろ。追いついちった。こうなったら死ぬ。遊んでやるぜ。遊びとはな。もののふの意地、ここに集めさん。もののふの意地、ここに集めさん。やってくれんじゃねえか。けど、ここでと捕まるわけにはいかねえ。受け。すばしっこいやつめ。けど、お役目は完了ってことで。任務達成。忍びども、よくぞ術を解いてみせた。冥族の役に立てたこと誉れとするがよいぞ。ありがとな。おかげで安心して飯が食えるだよ。このわしをたばかるとは、あの忌々しい猿め、許さんぞ。あのまま術が解けなくば、今頃どうなっておったか。まことよの。己を失い操られたまま、マロがマロでなくなってしまうの。考えるだに恐ろしいの。の。みな、やはり変わらぬ。あっと、さすがの半蔵の旦那も突っ込んだ。ん？でも旦那ってそんなことしますっけ。まさかよもや術にかかって。滅。強大な敵軍との決戦の時は近い。そう予見した島左近は一計を案じた。敵の威勢を削ぐため先んじて用地に攻め込む。戦力差を埋めるための苦肉の策である。袁紹は勇んで進軍した。果たして軍師左近の目論みは成功するのか。皆の者、準備は良いな。事前に伝えた通り、この袁本所の指揮のもと敵の用地を奪取するのだ。ええ、構いませんわ。うまくいけば我が君もきっとお喜びになるでしょう。私も問題ありません。皆様のためマウトいたしましょう。ふん、鬼柴田が武も貸してやるわ。美女と渋い男の混成部隊といった感じだな。確かに。さあ張り切っていくとしましょう。敵さん、随分と固く守ってますな。正面から行くと面倒なことになりそうだ。先に城下の砦を落とすぞ。焦らせ、敵が撃って出てくるよう仕向けるのだ。何？敵に襲われている者がいるだと。見捨てれば我が軍の護憲に関わる。救出せよ。燃やし尽くせ。お霊族は苦難に陥る者を見捨てはしない。決して死なせてはならぬぞ。行くぞ。何なの。突き進むのみ。女がのこのこ入り込んできたか。ここで仕留めてやる。撃ち取ったり。幽霊みたいな奴が美女に向かってるようです。操る将を倒して助けましょう。よし、突破口は開いた。次の砦に向かうぞ。死守せねばならんな。執着。我らの勢い、徴兵に見せつけん。ここは私が止めてみせよう。調子ですわ。敵の焦る様が目に浮かぶよ。こ
ここはどこ？こいつら何？もしかして私に男を取られた女の霊？ってバカなこと言ってる場合じゃないわ。とりあえず逃げなきゃ。ジョーカーは制圧しましたね。これで解錠してくれると良いのですが。さんを撃たせるわけにはいきませんな。もしかして苦戦してる？仕方ないな。今度は私が助けてあげる。敵将撃ち取ったり。あの方は先ほどの女性。お一人で大丈夫でしょうか？敵の目は私に釘付け。今のうちにやっちゃって。なんと鮮やかな手腕。この魅力、魔性というほかあるまいぜ。足止めは長くは持たないわよ。さあ急いで。あんな風に男性を魅了するなんて品がありませんわね。私のやり方を見せてあげますわ。見立て通りの活躍だ。真待機である。私のためにありがとう。お前の地位は日々磨かれているな。あら、きらびやかで素敵。きっと高貴な方なんでしょ。私実は困って。おお、見ただけで気づくか。やはり冥族の意向は万国共通よ。ダメね、話を聞いてないの。道楽の仕方間違っちゃったみたい。お前の美貌が我が軍を救ってくれた。ぜひ名を聞かせてほしい。私は小少女。よろしくね、素敵なおじさま。おじさま。あの美しきお方によってお味方が優雅に。ですが頼ってばかりもいられません。ここはそれがしよ。きっと私にできることがあるはず。私の笛を聞いても理性が保てるかしら。心が現れるような美しい音色、もっと近くで聞きたい。英国の美女たちが門をこじ開けちまいましたね。ご覧あれ。残るは本陣の門だけです。敵を一掃するのに。さすれば大将も出ざるを得まい。通りたけ。俺を倒していけ。おいお前。本陣に近づけん。せめて敵を少しの間油断させられれば。私が今果たすべき使命は戦のぶりをお慰めしましょう。
皆様、この頂点の舞をご覧ください。なんて美しい舞だ。戦いの最中だというのに心が穏やかになっていく。感謝しますよ、朝鮮さん。さて、今のうちに城内の敵を片付けますか。張り切ってますわね。私も遅れが取りませんわよ。ここまで来るとはご苦労なことだ。だが、その努力は無駄骨に終わる。あら、ずいぶんな言い方ですのね。その人間、果たして最後まで保てますかしら。名族にふさわしい花のある勝利だ。名族の勝利、むしろ美女たちの勝利と言うべきだろう。彼女らのような軍略、俺にはまず思いつきません。いい勉強になりましたよ。さっきはありがとう。それでここはどこなのかしら。あと、あの敵は何？それはだな。へえ、より集まって妖魔や神と戦っているのね。よろしければあなたも来ませんこと？いろいろと退屈はしませんわよ。ええ、そのつもりよ。お兄さんたちも私を気に入ってくれたみたいだし、今までよっぽど刺激がなかったみたいね。そうかもしれません。不幸を呼ぶ女性というのは今まで軍内にいませんでしたから。まあ策謀を胸に闇に舞う方ならよく存じておりますけれど。みんな可愛い顔してえぐいのね。確かに退屈はしないみたい。美人同士仲良くってわけにはいかないものなんですかね。とにかく歓迎しますよ、小少将さん。欲しいものがあるの。人間と仙人の決死の抵抗が実を結びつつあった。連合軍は各地でオーディン軍を撃退。オーディンの勢いは一旦停滞する。この状況を危ぶんだアレスとロキは自ら出陣、大軍勢を率い宗妃が守る連合軍の城へと攻め寄せた。劉備たちからの伝言を預かってきた。城は放棄し、将の命を優先せよとのことだ。ふん、女神を伝令代わりに使うとは連合軍も随分偉くなったものだな。いや、私が自ら引き受けたのだ。人間の兵よりも早く移動できるからな。すでに包囲はかなり狭まっている。父の力を奪ったアレスは危険だ。私も早く脱出することを進めるが。分かった、ならばそうしよう。一つやるべきことを果たしてからだがな。城が包囲されるのは時間の問題。脱出するなら今しかないが、どうするんだ。敵本体は未だ南にある。まずは北の砦により敵前衛を迎撃。敵がひるんだ隙に西より撤退を図る。敵は大軍、砦を守る加工派と合流できなければ我らに勝ち目はない。あの砦にもすでに敵が押し寄せているようだ。急いだ方がよかろう。あと少し打ち応えてくれよ。今のところアレスが動く気配じゃない。だが奴は父上の力を手に入れている。戦いになれば相当の被害を覚悟せねばなるまい。加工派、よくぞ砦を死守した。状況はどうだ。いや、ここは攻め口が一つしかないんで、どうにか防ぎ止めてるってところです。攻めがたく守りやすい砦とは都合がいい。
寄せての戦力を削り撤退の機を伺うとしよう。なら私も力を貸そう。その際捨てたものではないな。よう息子、よく粘ったじゃねえか。さすがは俺のせがりだぜ。いやいやいや、待たせすぎだって。もうダメかと思ったよ。という屈辱。頑張ってんな。その調子でいけよ。そういや今まで言いそびれてたけど、息子が世話になったみたいだな。ありがとうよ。いえ、私はただ花崗花さんがさまよっていたところを偶然見つけただけです。むしろお礼を言うべきなのはこちらの方です。たくさん守っていただきましたから。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。アレス、世を滑るなどと本気で言っているのか。そうだ、俺はオーディンと共に絶対神となる。父上のように人間となれ合う神など害でしかない。絶対的な力で支配してくる。争いのない安定した世界が訪れるのだ。アレス殿の考えこそ主神にふさわしい。私とオーディンの目は間違っていなかった。敵の攻勢が止んだようだ。西への道が開けた。これより撤退を開始する。任せよ。無駄な抵抗はやめておけ。結構やるな。待ちきれんだ。西へ逃げてくださいとは思わんか。さすがに考えすぎだよな。撤退、力負けするなって。絶対神が決めた道をたどるなど、くだらん。誰がそんな天下を欲するものか。争いも嫌だと神に支配されるってのもな。自由が許されないってことだろ。確かに人が作る世界は完全とは程遠い。だがそんな愛しい世界を今私は守りたいのだ。俺は源の義経、いかなる敵も止めてみせる。待ちきれんわ。アテナさん、なんだか雰囲気が柔らかくなりましたね。柔らかく。女神として節度を保てていなかったか。そういう意味ではありませんわ。今のあなたの方が私は好ましいと思います。行くぞ。我らの前に道は開かれた。お、頑張ってんな。その調子で行けよ。悪いが、ここでゆっくりしていってもらうよ。うまく行き過ぎてる気はしてたんだ。これ以上頑張られると困るんだよ。悪いけどちょっと本気を出すよ。我々を逃がす気はないらしい。アレス、お前はそこまでして何を。西への逃走は完全に読まれていたが、君は逃げ切れるのか。第2第3の伏兵があると見るべきだ。進路を変え南より撤退を図る。いずれにしろ油断はできん。その際捨てたものではないな。一見敵の追撃をしのいでいるような見えるけど、実際のところどうなんだ。なんだか敵に誘い込まれているような、そんな気がします。で攻められ叩きのめされようと諦めることを知らず歯向かおうとする。やはり人間は愚かで弱い。絶対的な力で支配することこそ
奴らのためなの。ずいぶん遅かった。低能な怪物を従わせる私の身にもなってくれ。おいお我が家に。ほら怪物ども、せめて命令通りに動くんだ。さっさと奴らを叩き潰せ。追っ手の到来は予想していたんだぞ。紹介、怪物どもの大将がよく似合っている。この種の指揮をバカにするのか。おとなしく私の踏み台になるがいい。受けてみよう。私たちから逃げる術などない。彼らはなぜまだ抵抗するのだろう。愚かな人間どもに教えてやろう。絶対的な力の差をな。アレスが動いた。太陽を塞ぐつもりか。ならば待て。またも神の力で弱き人間を守ろうという。いや、人間の強さならよく知っている。お前たちが来るまで退路を守るというだけだ。言ってくれる。さっさと周囲の敵を片付け、アテナを援護する。よし、我々も急ぐ。脱出路へ向かうぞ。そのチャンス、頑張って。その際、捨てたものではない。わっ、結構やるな。弱き人間に肩入れするとは、所詮はお前の父と同じということか。我々神は人間の上に立つ存在。人間は守り、支配すべきもの。私もそう思っていた。だが、本当にそうなのか。我らが絶対的に優れているなど、なぜ言い切れる。なんとか逃げ切ったか。いや、今度こそダメかと思いましたけど、アテナ殿のおかげですね。私は一人でオーディンやアレスと戦おうとしていた。だが、人の力と知恵がなければ、私は今ここにいない。女神としてふさわしくあらねば。そんな考えにとらわれて数々の非礼を働いたこと、あ、心からお詫びします。どうかこれからも力を貸してください。世界を救うために。皆さん、ご無事に戻っていらして何よりです。でも、その、アテナさん、ちょっと雰囲気が違うような。普段は女神としてあるべき姿を保つよう努力していますが、本来の私は威厳などとは程遠いのです。失望なさったかもしれませんね。ですが、あなた方にはきちんと素顔で接さなければと思ったのです。失望なんてとんでもありません。今のアテナさん、話しやすくてとっても素敵だと思います。そうですか、よかった。それにしても総妃には驚かされました。わざと策に乗ったふりをしてアレスに接触するなんて。奴が何のために父を裏切りオーディンについたのか、考えの一端を知りたくてな。奴はゼウスへの不満につけ込まれ、オーディンに共に世を支配しないかと持ちかけられたようだが、奴の器そこまでのものとは思えぬ。後で手痛い目に遭わねばいいがな。オリュンポスの神として誇り高き戦を